ご視聴ありがとうございます。今回もワンホビ展示になります。でホロライブフィギュアはですね、今ノリに乗ってますので、まあ、個別でもやろうかと思ったんですが、写真を撮り忘れちゃったんですよ。まあ、少しだけあるんですが、本当数枚のみで、ですのでほぼ動画になります。まあその方がいいじゃないかってなるかもですが、確かにです。まあでも混雑してますので、動画ってたくさんは撮れないんですよね。なのですごく短くなるので、もう2つ一気にまとめちゃいました。ファットカンパニーさんの白金ノエル7分の1スケールと、でフリーングさんのウサダペコラ多分4分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていってください。はい、とか言ってると団長さんが終わってしまいますので急ぎましょう。これがまあ基本の衣装になりますよね。変な動きに定評があるかと思うんですが、まあいい感じに決まったポーズでフィギュア化されてます。で、すでに水着のフィギュアなんかがグッスマさんから出てますが、そっちもすごい良かったですよね。まあでもこっちも衣装的に欲しくなりそうですし、もう両方だっていう方も多いんじゃないかと思います。でまだ現時点ではですね、時期価格なんかは未定ですので、どうですかね、手元に来るのはファットさんですので2年くらいかかりそうな気もしますが、どうでしょうか。まあ最近どこのメーカーさんも徐々に発売早くなっているような気もするので、こちらのフィギュアも早く届くといいですね。まあでもそろそろ予約は始まるんじゃないかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、で、お次がですねフリーングさんになりまして、 B スタイルウサダペコラで、これ表記がなかったんですが、まあ多分4分の1スケールフィギュアだと思います。めちゃくちゃでかかったです。でなぜ4分の1ばかりなんでしょうか。デザインココさんの吉徳コラボも4分の1ですよね。普通のまあ7分の1前後っていうのが出ないですよね。何か理由があるのでしょうか。まあでもさすがにそのうち出るんじゃないかなと思います。フリングさんが早めに気合い入れたのかもですね。まあフリングさんといえばバニーフィギュア、もうすでにこれバニーフィギュアみたいなもんですもんね。出さないわけにはいかないとかなりそうな気もします。まあでも本当近年バニーじゃないフィギュア増えていきましたよね。まあこれもバニーかもですが、一応通常な衣装ですもんね。まあそんなわけで、もしかしたら他のメンバーも続々と4分の1フィギュア化されるかもしれませんね。で現状だと4万前後くらいはしそうですし、まあ他キャラ出たとしても衣装派手めだったりするともっと高くなりそうですよね。で今回のペコラはいくらになりますでしょうか。まあ吉徳コラボフィギュアなんかが20万円くらいしたので、それよりは全然安いでしょうね。でこれもまだ時期価格未定ですが、ここまでできてれば予約開始もそろそろかと思いますので、推しの方もぜひチェックしてみてください。はい、では以上になります。今回はホロライブフィギュア2体の展示まとめでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。